さあ始まりました。本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけれども3月7日午前10時26分 YouTube 録画しております。はい、今日ですねビットコイン、それからイーサ、BNB という形で3つ仮想通貨主力のところをしっかり見ていきましょう。その後ジャスミンという形で順番に進めてまいりたいと思います。最後までご視聴いただければと思います。まずそれぞれ冷やしチャートですね、こちらを見ていきたいと思うんですが、ビットコイン 2.3% の下落になりました。ちょっと今日本当に全体がねひどい状況になりましたよね。ビットコインも今日本円でだいたい442万円まで下がってきてしまいました。ちょっとそこからね一旦落ち着きを取り戻してるんですけども、またここから急落しなければいいなというところですね。まあ結果的には400万円ぐらいまで一旦ちょっと目指すような動きを想定しています。ちょっと残念なんですけども、ちょっとそっちの確率がまあ8割以上9割に近いぐらいあるんじゃないかなと捉えております。それからイーサリアムの方もちょっと下げは大きいですね。 4.2% 下落になりました。こちらの方なんですけども、今日本円でだいたい29万3千円ぐらいでしょうか。まあ、このような形で急落してしまったような状況ですね。非常に、まあ、下がったところで今横ばいになったということで、一旦ちょっと落ち着いているんですけども、こちらもですね、直近は27万2千円ぐらいですかね。この辺ちょっと目指す動きと想定しています。本当に急であってね、2万ぐらいまでね、ちょっともう一回戻してくれるといいなと思うんですけども、そこから37万円ぐらい行ってほしいんですが、ちょっと27万円の方が確率が高いような感じですね、直近はね。残念です。BNB、こちらもしっかり見ていきましょう。こちらちょっと今日 3.4% 下がっているんですけども、何か他のに比べるとちょっと強いんじゃないかなって個人的にはちょっと感じました。まあ、ですので BNB に関してはいろいろ使い道がありますので、まあ、売り圧が他のものよりちょっと少ないステーキングだったりローンチプールだったりローンチパートナーに使えますので、ちょっとこちらはですね意外と売り圧が他のものに比べるとちょっとやっぱり少ないなというのが私の印象でしたね。まあ、全体的にちょっと下がってはいて、チャートもほとんど一緒なんですけども、ちょっとこの下げ幅が緩やかに感じたのは気のせいかなというところなんですが、まあ、ただしこちらの BNB に関してはやはり400ドルっていうのはまた復活はしてくれるんじゃないかなと思うので、まあ、一応今安くなっているので、どこまで安くなって400ドルに戻してくるかっていうタイミング、ちょっとそこを見計らっていきたいと考えております。それではジャスミーはどうなっているのか、ちょっと皆様と一緒に見ていきましょう。はい、お待たせしました。ジャスミーなんですけど、また大幅な、ね、下落になってして、本当に恐縮なんですけども、今日 14.4%、それからですね、ランキングも489位、もう500位までね、ほぼすぐじゃないかなというところまで来てしまいました。それから価格の方もですね、1.4 円ということで、もうすぐにですね、1.5 円割り込んで、やはり1円の方にね、向かってきているっていうのがこちらのジャスミーの今の状況ですね。非常に苦しいです。その後ですね、ちょっとチャートも見ていきたいんですけども、一応下げ止まったよりも見えるんですけども、ちょっとまだまだね、これ騙してるなっていう感じがして仕方がないですね。やはり1円の方に向かうという形のシナリオを今想定しております。ただしね、ジャスミンはやはり1円ぐらいでは買いたいなっていう方が結構多くおられるようなイメージもありますので、ちょっとこの辺では少し下げ渋る、一旦下げ渋る可能性ありと考えています。それからビットコインなんですけども、先ほどご説明させていただいた通りですね、400万に向かうような状況が、まあ、ちょっと今日戻したりしてもですね、下げ渋ったとしても結果的にはそっちに向かってくるんじゃないかと考えておりますので、まあ、ビットコインが400万円に達するような動きをしてしまうと、先ほど言ったような1円というのはこちらジャスミンに訪れるんじゃないかなとちょっと考えておりますので、ビットコインがですね、ここでしっかり戻してくれればですね、まあ、チャートは本当に一緒です。相関性めちゃくちゃ高いと思いますので、まあ、ですのでちょっとね、ビットコインが鍵ですよね。やっぱりね、450万円とかに戻れれば 1.5 円、1.6 円、1.7 円ぐらいでちょっとジャスミンがなんとか耐えるかもしれませんが、やはりビットコインもさすがにね、さらに下げてしまうということが確率が今高いと思っているので、そうなった場合はやはり1円を切ってしまうと、 0.9 円ぐらいで動くんじゃないかなという想定をしています。一旦はその辺でちょっとね、下げ渋るとは思うんですけども、そこになってしまうと今度本当にそこでも安くないのかっていう感じの形になってきてしまうとですね、本当に 0.6 とか 0.7 ぐらいまでいく可能性も十分出てきてしまうんじゃないかなと思うので、さらにここから半分になる恐れが私はあると考えています。ですので今 1.4 円、確かに安いように思えるかもしれませんけども、状況においてはまだまだ
安くないかもしれませんので、先ほど言った内容でね、ちょっとビットコインが動いて、こちらが 0.7 円になってしまうと、買ったものがここまで来ても半分になっちゃうという恐ろしい事態になりますので、今はですので、なるべくリスクは減らしておいた方がいいかなと思います。ここで増やしていくんじゃなくて、まあ、しっかりですね、下げ止まったのを見極めないともうどうしようもないということになりますので、どうせ欲しいならば、その下がりきったところでなるべく、まあなかなかね、天井で売ってそこで買うっていうのは難しいんですけども、今はもうそこを見極めないといけないですし、とにかく今は金融資産をリスクオフしておかないと、本当にとんでもない状況になってますからね、すでになってるんだけども、これからもう一押し、二押しね、ありそうな感じじゃないですか。今ちょっとロシアのウクライナ本当にここまでね、悪化するっていうのは当初考えてなかったと思いますので、まあ、ちょっと今核の問題ですね。これがやっぱり最終地点になっちゃうと思うんで、この本当にカードが切られてしまうと、まあ核のね、そのミサイル発射するとかだけじゃなくて、その原発を今攻撃しちゃってるわけですから、まあ結果的にはちょっと似たような惨事になっちゃうわけですよね。その地政学的リスクの及ぼした結果がですね。まあ、ですから、そうなった時はやはりもうビットコインが何だとか言ってることじゃなくなってしまって、もう大暴落、今まで以上の大暴落、これ起きる感じになっちゃうと思うんですよね、一旦は。ですので、本当に今はとりあえず身軽にしておかないことにはどうしようもないです。ここで、まあ本当に増やしていくっていうのは、ちょっと考えにくいんじゃないかなって私は考えてますけどね。まあ、ですので、本当に 0.7 なのか、どこまで行くのかもちょっとわからないですし、まあ、ここからね、急であって、逆に戻ってくれれば何も心配ないんですけども、今ちょっと戻れないと思うんでね、今の状況ですと。まあ、ですので、今は1円の方に、まあ、どっちにしても行かなきゃいけないんじゃないかなっていうか、行ってしまうんだろうなっていうのが正解かもしれないですが、まあ、状況は厳しいですね。まあ、今日も 14% 下げちゃってますからね。本当に厳しいです。恐縮ですけどね。まあ、ただし今本当にとにかく血合いが今までないぐらい最悪ですから。で、そこをしっかりもう落とし込んでいかない限りは目を背けてもしょうがないですもんね。ですので、ここはとにかく負けないことに尽きると思います。本当に今年をなんとか乗り切ってもらえれば、来年、再来年とね、またしっかり正常なところで戦えるんじゃないかなと思うので、今は本当異常事態ですからね。ここまでのひどい状況っていうのは本当にこれから経験することはあんまりないんじゃないかなっていうぐらいひどいと思いますね。ですので今は本当に守る、とにかく守りきるんだっていうね、そこの覚悟、命がけて本当守るぐらいの感じじゃないとやられちゃいますからね。本当に気をつけてください。今ちょっと手出ししたくなるような金額なんです。確かに相場見ていきますと、確かに安いだろうというものをゴロゴロしてます。ただしそれはこれから通常に戻るっていうのが確定してからでもいいですよね。まあ、そうじゃないと今は本当にどんどん下がっていってしまう状況が高いんですよね。直近はそういうことなんですよ。だから先々はまた違うんですね、そこが。そこが難しいんですよ。というところでね、ジャスミンもちょっとどうなるかはね、誰もわからないんですけども、まあ、ただまずいっていうのはわかりますね、少なくからず。良くはないんだな、まずいんだなっていうのはちょっとやっぱりもう目を背けちゃいけないと思うんで、ここはしっかりですね、まずい状況をしっかり見て、安易にやっぱり手を出すべきじゃないですね、今はね。私はそう、まあ、それは本当、投資は自己責任でお願いします。ここから、ガツンとね、上がっていくっていうのも、まあ、ほぼ薄いと思うんですね、直近は。まあ、ただ、ゼロじゃないんで。二つに一つで、上がるか下がるかしかないけども、今、下がる確率が9割以上。まあ、ほぼ100には近いとは言わないですけども、ほぼ9割以上は、やはり1円の方に行くかもわからないですが、とにかく下げるっていうのは、確率高いですね。まあ、これは私が常々このジャスミンのチャート分析で言ってたことですし、まあ、そこは全然変わってないんですけども、まあ、ただし本当誰もわからないというのも一つ表裏一体なんですがあります。そこも捉えていかないといけませんので、しっかり今はしっかり丁寧に見ていくっていうのが非常に大事です。ですのでよく見ていけば、ここで買うっていうのは推奨したいですけどね、買いをした方がいいですよって言いたいですけど、この YouTube のは、正直に言うとも心がけてます。今、本当に最悪。もう、助けてくれっていうような状況ですよね。本当にね。相場に、これ、どっぷり入っている人はよくわかるんじゃないかなと思うんですが、もういいっていう感じになっちゃいますよね。もう、そんな感じですよ。正直に言えばね。ですので、今は、とにかくまたその状況をさらに濃くしないこと。たくさん持ってなければ、あんまり気にならないです、正直。
だけども自分のキャパ以上持ってしまうともういらないっていうなって、今全部もう売らなきゃってなっちゃいます。そうするとこれから本当に上がっていくかもしれない、いいものまでも巻き込まれて全部本当に安い状況で売ってしまう可能性があります。まあ分かんないですよ、今逆に言うと高いのかもしれないとなったら分かんないんですけど、まあ、ずっと下がるっていうのもね、考えにくいと思いますので、まあ、すべてのものがですね、まあ、ジャスミンがどうか私もそこまでは分からないんですが、全体的に言えることはずっと下がっているとも思わないです。ただ今はずっと下がる確率が高いんだけども、どっかで、そのね、憂慮しているような問題が解決してくれればですね、徐々に相場は緩やかに景気が良くなってくることによって回復はしてくると私は思って投資してるんですが、今はちょっとそういう状況じゃないんですよね。異常事態なんで。とにかく今は、ジャスミンはとりあえず1円の方に向かっているということで、場合によっては 0.7 ぐらいまで想定してますので、本当に警戒してください。もう警戒してくださいっていうメッセージの動画になっちゃうんですけど、本当にそうです。これは本当笑い事でもないし、全然甘いことでもないし、本当にそうです。今は異常事態なんで、そこをしっかり見極めて投資、これからも諦めずに、諦めたら全て終わりますので、諦めないで一緒に本当に頑張っていきましょう。ということで、ジャスミンチャート分析、この辺で終わりたいと思うんですけども、いかがだったでしょうか。少しでもね、ちょっとこのまずいんだっていう状況をね、より知っていただければ、今回の動画良かったんじゃないかなと思うんですが、ぜひね、チャンネル登録まだの方は、ぜひこの機会にしていただいて、一緒に負けないように、これからもね、頑張っていきましょう。共に頑張っていきましょう。ぜひね、これからも、こちらのチャート分析、ジャスミンですね、しっかりしていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。